こんにちは。今回はね、こちらですね、トヨタのセリカです。これは有名な車でね、スポーツ800やトヨタ 2000GT などイメージリーダーとなる数々のスポーツクーペを送り出してきたトヨタ自動車がモータリゼーションの高まりを受け、昭和45年1970年に発売したのが初代セリカであると。で、セリカの特徴はツーダークーペ専用車でありながら複数のエンジンを用意したことにある。高性能エンジンのみを搭載する従来の純粋なスポーティーカーとは異なり、いわゆるスペシャルティーカーとしての性格を備えており、エンジンも 1500×88cc に加え、カローラなど幅広く搭載される 1407cc を用意。 1500×88cc については OHV シングルキャブレターの OHV ツインキャブレター、 DOHC のツインキャブレターという選択肢もあった。しかもフル調子システムで調整、エンジン、トランスミッション、外見、内装、タイヤなど自由に組み合わせられるオーダー方法を設けていたんですね。で、DOHC にツインキャブレターを搭載した 1600GT だけは独立したグレードとして設定されたが、1407cc、1500×88cc の OHV エンジン車は固定サイドグレードが存在しなかった。で、外見はフライホイール挙動を設備しないシンプルな仕様にし、エンジンは 1500×88cc の OHV ツインキャブレターを設定。高速の手を駆動し、スポーティーに走るといった選択も可能だったんですね。で、非常に価格的なシステムだったものの、リフトバック登場後は終了していると。で、外見は昭和39年、1960年に登場して日本でもヒットした初代フォードマスタングを連想するボンネットの長いデザインの4灯式ヘッドランプを備えた薄型のフロントマスク。直面に強調されたボディは当時としては非常に先進的だったんですね。で、内装はフル調子システムにとって自由に選べたが、各タイプともインパネルには5つのメーターパネルが並ぶ。大型の仕様にエンジンの改良を示したタコメーター、電圧計、油圧計も設備されなど、走りのイメージを強めていたと。で、販売も交渉で、セリカは車の高性能化する1970年代の幕開けを象徴した一台となったんですね。で、これが、車両型式は TA22、BRT、RA25、TA27、RA75 となっていまして、これですね、一番格が安くても、ET というのがあって57万2000円。で、高いやつで RA35、167万3000円と、なっていまして。で、これが昭和45年の12月から昭和52年の8月まで販売されてて、生産台数がすごく多くて41万1815台生産されてたんですね。ただ、この初代を皮切りでね、あとはどんどんセリカの人気がこう下がっていってしまってね、販売台数がこう落ちてしまって、最終的にはなくなってしまったっていうのは残念なんですが、まあ、このセリカって言ったらやっぱりこの初代を置いて語れないと思うし、やっぱりセリカは歴代でいろんなものを調べてみても、やはりこの初代のやつが一番デザインがかっこよくて、一番いいなと思うんですね。というのもこれは、フォードのマスタングって車がね、当時初代のマスタングってちっちゃかったんですけど、その車があったんですよ。で、そのマスタングを参考にして作った。だからこの後ろの部分なんかは、このマスタングのこの特徴的な形によく似てるんですね。で、それで参考にして作られたから、非常にデザインが良かった。だからさらにマスタングよりもさらにちょっとこう小さくした感じで、うまく日本に合わせてる車だったんですね。で、確かアニメかなんかでは、昔ありましたよね。昭和時代の時に。よろしくメガトックだったっけな。確かよろしくメガトックってアニメの中で、3人のね、男の子がいて、高校生が3人ぐらいなんですよね。で、その3人組がいつも乗ってたのが、まあ、このセリカでしたね。で、色は違うんですけど、セリカの青い、確かセリカを乗ってたりとか、あと最近だとルパン三世なんかで、青のセリカがね、こう、ぶっ飛ばして日本に来た時に、ルパンがやってきた時に、久々にやってきた時に、これをぶっ飛ばして走ってるっていうシーンがね、ありましたけども、なかなかこれは今見ても新鮮なデザインでね、いいなと思います。で、これは、セリカというとね、まあ、忘れちゃうのではなく、フル調子システムって言いまして、いろんな複数の種類から、エンジンから内装から自由に選ぶことができたんですね。エンジンはどのエンジンにしますか、内装のシートはどういう内装にしますかっていうふうな感じで、いろいろとその新車で買う特典があったんですね。で、新車を買いますと、その新車になったオーナーが、まあ、自分好みの、要するに世界に1台だけの車を作ることができた。で、それを自分好みのエンジンにし、自分好みの内装にするという、こういうことができたんですね。
すごいですよね、トヨタっていうのはね。そういうことを先駆けてやってしまったっていうね。これは他のメーカーが真似できないしね。ある意味今だったらそれをやってしまったら、ちょっとね、半分コストがえらい高くついちゃうだろうからね。なかなか実現するの難しいですけど、当時セリカは新車で買うとその利点があったんで、だから一台一台ずつ違うセリカが、同じ車種のセリカとも一つずつ違う車種のセリカができたんですね。ところがまあ後半になってくると、まあそういうフル徴収システムっていうのが残念ながらなくなってしまったんですが、初期のセリカの時はフル徴収システムっていうのがありました。で、これが、2000GT といってね、確か LB タイプじゃないかなと思うんですけども、まあ後半頃のセリカです。まあ、なかなか内装もいいですし、こういった見た目の感じもね、非常に好きで、ちょっとこの紫っていう色とこの色がちょっと独特な色して、あんまり自分的にはこの独特な色はちょっとなと思うんだけど、まあなかなかこのセリカがいい車なので、これはなかなか好きな車の中の一台ですね。というわけでどうもありがとうございました。